はい、こんにちは、トールと申します。アニメパリピ孔明の第10話、とうとう曲が完成して、対決に向けてエコが歌のタイトルドリーマーというね、このタイトルの名付けをするというのが今回の話になってました。これはもうすごくパリピ孔明という作品らしい最終回のための道筋が引かれたという回だと思います。三国志なんかの格言も結構出てきたので、この辺は後ほどね、軽く解説してみたいなというふうに思ってます。それではアニメ視聴者視点で今回の感想や注目ポイントの解説なんかやってみたいと思いますので、よろしければお付き合いください。パリピ孔明。今回のストーリーはこれまでの流れから自分を見つけた英子と太人がそれぞれの宿敵と決着をつける形になります。まあこれね、見返してみると、いや別に敵ではなかったよねって思えるような形になってるのが、それはそれでね、感慨深い分でありますね。ともあれ、妖精役曲が完成したことがね、まあ長かったですよ。待ちに待った完成です。はい、斜めとの出会いっていうものを経てですね、自分の使命を自覚して民を救うための歌をね、歌い出した英子にね、もう資格はないわけですね。はい、でこの英子の歌っていうのが、やっぱりこう現状いろんなものとね戦ってる人たちですね。はい、これはまさに分かりやすいとこで言うと、今回英子がまあ応援していた大臣がそうなんだけど、他にもですね、七海もまさにね、ただ現状と戦ってる人たちに向けてのね、歌ということでいい仕上がりになっていたんじゃないかなというふうに思います。はい、特にですね、その英子が今回大臣を応援してたんですけど、ただですね、他のメンバーたちもですね、みんな英子のことを応援してくれていたりだとか、太人のことを昔の仲間が応援してくれていたり、しましたので、この辺のね、応援側の描き方はなかなかにね、今回 ね印象的ではありました。そう、孔明が勝負服を英子に渡してる描写なんかなかなかに面白かったですね。これ何か元ネタがあるのかもしれませんけど、まあ、詳しい方は教えていただければと思いますね。キッドと最後の勝負をつけに行くときに英子に勝負服というか、いつもの服をね、渡していました。で、あとですね、やっぱりちょっと印象的だったシーンとしては、英子がアザリエも頑張ってるところをね、こう見るんですよ。もちろんこれは敵だからチェックしてるのはあると思うんだけど、あの場所にナナミは戻っていって、そこで間違いなく頑張ってるんだなっていうところが、英子もすごくひしひしと感じていて、で結果今回の歌のタイトルがつく前まで見ていたのはアザリエのことを見てたんですよね、英子は。だからそのこのドリーマー夢追い人っていうね、そのタイトルっていうのは、まあ、夢追い人に対して届けたい気持ちっていうのを描いているね、そういう形だと思います。もちろんこれは英子自身が夢追い人でもありますし、ね、また仲間たちもまたですね、夢追い人ではあるんですけど、ね、でもこれはじゃあ具体的に英子がイメージする誰に対してかっていうと、この中にはやはりナナミがいるんじゃないかなというふうには思います。はい、でそういう風に言うとですね、大人もまた夢追い人なんだなっていうところが実感として持たれました。まあ、これは僕だけの感覚なんかもしれませんけど、それこそ今回の関鳥羽さんっていうのは、なんか大臣の背中を押してくれる、ね、応援係でもあったんだけど、でも彼自身もちゃんと夢を追ってる、人でもあるでしょう。またですね、唐沢さんもね、なんかちょっとね、そのもちろん自分で夢を追うことを諦めた人なのかもしれませんけど、何かを叶えようと思っているね、ことだと考えるとですね、なんかそれぞれがですね、自分の夢をね、叶えようと生きてる、あがいてるというね、そういうところなんじゃないかなと見えました。ね、そして、それが今回のタイトルも含めてですね、最終的に孔明に戻ってくるわけですね。すなわち孔明っていうのは、劉備に天下太平という本当に途方のもない夢っていうのをね、見させられてしまって、彼が最後に言ってましたね、劉備と我が君と共にね、夢追い人になったなと、それはすごく途方もないね、終わりのない旅って言っていましたから、孔明は劉備に出会った時からずっと、そして、孔明として死んでここに転生してからもずっとですね、天下太平という途方もない夢を ね見続けているんだなというふうに、思いますと、英子のプランに対して天下太平の計と名前を付けたのもその気持ちがずっとね、残ってるんであろうし、また英子の歌にですね、引き寄せられてね、転生してきたかのようにもね、感じるですね、この辺のその運命感はいいですね。で、孔明
内がそのあまりにも素晴らしい歌すぎてですね、ね、意識が時空を超えてしまいましたみたいなことを、言っていてですね、これは比喩としてもめちゃくちゃ綺麗に聞いてるんだけど、でもそもそもこの言ったら、孔明がですね、その現代に転生してくるっていう、まあ、ある意味バカバカしい ねバカバカしいことをですね、このように意識が時空を超えたみたいな、ちょっと笑えてしまうようなね、比喩で表現してるんだけど、でも実際 その奇跡みたいなものが目の前で起きて、ここに孔明が、いるわけですから、はい、そんなわけですね。こう別に A 子の気持ちは、 A 子がイメージしてるのは、多分歌って頑張ってる、アイドル活動頑張ってるナナミっていうのが一番の具体的なね、イメージとしてあるんだと思うんですけど、でもですね、それは別に歌を歌っている人だけに届けたい、その励ましの歌というかね、そういうエールの歌なんじゃなくて、多分夢に向かって頑張ってる、音楽関係なくね、なってる全ての人にとってのその歌なんだなと思います。それはその多分ね、視聴者もそうなんですよね、なんていうか、パリピ孔明ってタイトル的に本当になんかポップな笑いのための、ある意味ネタ的なギャグ的なタイトルじゃないですか。で、多分それを求めてみんなやってくると思いますし、まあ特にその2話とか3話とかってその傾向が結構強かったわけですね。で、ただポップでテンポがいいようなね、そういう作品は確かにみんなのことをこう笑顔にはできると思うんですけど、なんかこの作品ってもう本当に1話からね、結構社会の息苦しさみたいなものも一緒に書かれてるんですよ、並行してね。この作品本当にそのポップで笑えるだけのですね、ノリのいい作品として、楽しむ、ライトに楽しむ作品としてね、心地よいだけのものなんだとするとね、それは多分この作品とはちょっと違うんですね、ベクトルがね。1話から結構書かれていた社会の厳しさみたいなところとか、孔明のいたですね、まあ時代のですね、世知辛さみたいなものがあってこその本作になってくるとすると、まあ今回ようやくその孔明の見ていた、見続けていた夢っていうものが A 子のタイトルで回収されたなっていう ねすごい綺麗なつながりを感じるし、またこのアニメとしての作品としてのパリピ孔明が描いてきたものがですね、綺麗にそのこの、まあ、少なくともワンクールのね、締めに向かっていったなというところで、結構シナリオ的な綺麗さを自分は感じました。なんというか、そういえば僕も多分夢を追ってるんやなと思わされちゃいましたね。視聴者にも伝わるような形になってたのかなと、思います。楽しかった、おもろかった、笑ったではなく、やっぱりそこの奥には、まあ、夢を諦めた人含めて、自分はこうありたいと思ってる人含めてね、目の前のことにいっぱいになってる人含めて、まあちょっとどこかで夢を追ってるその心を鼓舞するようなね、そういう作品に仕上がっているし、A 子の歌はそういう歌に仕上がってるのかなというふうに思えてですね、結構綺麗につながってきましたし、またこのなんていうか方向性というかメッセージ性っていうのは、この自分が望まないんだけどファンやみんなに応えるために頑張ってるナナミにとってもそうなんと思うんですね。彼女も間違いなく夢追い人やってるし、で僕の感覚では多分唐沢も夢追い人なんですよ。そんな感じでですね、一つの目標に向かって、まあ、その頑張ってる人たち全員を応援するし、で、頑張れてなくても頑張りたいと思ってる人のことも応援できるような歌なのかなというふうに、思いました。音楽の技術のこととかそういったことは僕はよくわからないんでね、はい、まあ、文脈的に読み取るというところが大きいんですが、こうやって孔明が片時も離さないって言っていたね、この奥義をですね、そのね、タイ人とね、その A 子のカバン、リュック、に立てかけてる絵なんかはなかなかに良かったと思いますね。はい。そんなわけですね、まあまあ A 子サイドもそうなんだけど、多分ナナミに対しても送りたい歌なんだなというところが結構その構成として綺麗でしたね。敵でありライバルでもあるんだけど、でも同志でもありね、そしてですね、尊敬すべき相手でもあるという ね形になったと思います。はい、さてさてアザリエなんですけど、まあ、こちらはね結構ね苦しいというか厳しく書かれましたね。そのいわゆるナナミの辛い描写っていうかね、辛い状況っていうのが書かれていました。はい、まあいわゆるですね、唐沢の戦略として、まあ孔明が X デーって言ってる日がね、要するに A 子が曲を投稿する日っていうのが締め切りの3日前、それを X デーとしますって孔明言ってたんですけど、その X デーと多分同じ日にゲリラライブをするっていうことでですね、動いてるわけですね。もうつまり言ったら唐沢と孔明の計略における正面衝突が次回行われる形になってきます。
もう A 子は全力で自分のやるべき歌を歌って頑張ってるし、七海もまた唐沢の、要求してくるものにですね必ず応えられるように努力をし続けている形になっていますので、はい、そういう意味ではですね、まあもうその七海 VS A 子の関係性関わりっていうのは今回ある意味決着がついていて、こっからはその軍師の戦いというかね、そういう見え方がしてくる部分ではあります。で、この企画っていうのが何かっていうとですね、一応ゲリラライブを行った時にその QR コードを配布してね、その配布してね、まあ何らかの条件を満たした人にね100名に100万円プレゼントということで1億円かけたプロジェクトになってるわけですね。でもちろん人件費とか、費用とかを考えると1億円以上のね、お金が動くことになりますので、金の力で、まあ、ガリガリに力をしごり押ししていくということで、これはその彼が言っていた時間は有限みたいなことを言っていたわけですよ。はい、そういう意味でそのやっぱりアザリエがアザリエとしての力を発揮し続けられるのが永遠にし続けられるわけじゃないから、ちゃんとその計画を立てて、まあ通過点って言ってましたよね。コウメにとってもこのサマーフェスの、はですね、まあ通過点ではあるんですけど、はい、サマーソニアでしたね、すいません、あるんですけど、まあそこを言っていたのはこの辺ちょっとシビアな感じがあってね、良かったと思いますし、また、それに対してノーとは言えないんですよ。なんでノーと言えないかって大事なんだけど、でもこれでそのナナミの心、ナナミたちの心はちょっとね折れてしまうわけですよ。私たちは歌だけでは戦えなくなってしまったんだなという形ですね。これはね結構重い言葉ですね。なんか歌以外のことでも転用できそうな気がしますね。つまりお金の力っていうものを使わないと戦えなくなってしまったことのショックは大きかったのかもしれません。それこそお金なんか関係ないところでね、自分たちが歌いたいから楽しいからで始めた、バンド、青春の喜びという名前のアザリエにとってはねかなり痛手だったというふうには思われます。まあ勝負までねあと数日しかありませんので、次回まあどちらが勝つかの決着がつきそうな気は、するんですけど、どうでしょうね。で個人的にやっぱねおっと思ったのが、まあ前回その唐沢対孔明のね戦いだよねみたいなことを言ってですね、まあ対比に関してもある程度考察したのでここはいいのかなと、思うんですけど、まあ前回よりもちょっと唐沢の印象が変わったところとしましては、ある程度まっすぐとその七海たちのことを見てくれているし、で歌も結構評価してくれている形になってますね。はい、唐沢自身は歌だけでは売れないんだってね、音楽をちゃんと売るっていうのはこれだこういうことなんだよっていうことですね言ってるんですけど、彼の言ってること結構真っ当で、その前回は歌わんとダンスパフォーマンスに専念しろみたいなことを言っていたんです。今回もですねパフォーマンスに力を入れてる形になってくるんですが、ね、でもですねなんていうか、あの唐沢の思う唐沢の見える客に受ける歌音楽アイドルっていうもののはもう彼がプロデューサーだから彼が一番よく知ってるわけですよね。だからそこにのためにしっかりとその仕上げていくっていうのは物を作るという点においてはめちゃくちゃ理にかなってるし、またなんていうか彼女たちの歌いたい歌を歌ってもですね、それはお客さんは喜ばないって分かってるんやとすると、ある程度なんていうかその彼女たちの力も全部理解した上でですね、ある程度やりたいことも理解してるししんどさも理解してる上でやらせてるっていう感じが最近出てきたというか見えてきて、で誰よりも熱心にその指導してくれてるんですよね唐沢がね。だから自分のイメージの中だけで勝手に次これしろって言ってるんじゃなくて、ちゃんと前回もそうだったんですけど、ライブを自分で見に行って、ね、ライブのその彼女たちの動きと客の動きを加味した上で今度はこうしろみたいなね、指示を出していましたので、ね、そういう意味で言うならそのナナミたちが歌でその唐沢を見返すというか、ね、パフォーマンスを発揮すればですね唐沢の方針が変わる可能性なんかもあるわけですよ。こいつらはもっと歌で追っていければってね、見える可能性もあるわけで、なんかちょっと唐沢を低く見ていた自分がいたなと思ってちょっと反省しましたね。優先順位はもちろん七海とは違うんだけど、歌に対して手を抜けとは言ってないんですよね唐沢ね。そういう意味で言うと僕は前回まで唐沢は歌の力を全然信用しきれなかったんじゃないかなというふうに言いましたけど、唐沢の中でもですねそういう部分はまあすでにあるというかね、歌だけではダメだった経験があるからこそ ね、でだからこそその歌を届けるためのできることは何でもするというスタイルなんじゃないかなというふうに思ってですね、ちょっとだけ唐沢の印象が変わって、で
だから七海が唐沢に対してめちゃくちゃ毒づいてるのは分かるんだけど、でも唐沢が自分たちのために正面から向き合ってくれてることも理解できるから、無限にはできないというか、になってるのかなというふうにちょっとだけね、印象がこの2人の関係性に関しては印象がちょっと変わりましたね。なんか全然信頼関係が全くないというふうにはちょっと自分は見えなくてですね、はい、少なくともちゃんとファンが答えられるような、舞台を唐沢はセッティングしてくれていて、でだから自分もそれを拒否できない、もちろん拒否したいんだけどできないっていうのは事情としてあると思うんだけど、でもこれもまたそのアイドルとしてね、その歌を歌ってやっていくことであって、なんか別にこれが間違ってるとか、これがすごく非人道的だとはちょっと思わなくはなりました。ただ間違いなくそこには存在しているのは七海の喪失感ですね。ロッカーに映っているギターを見て、ちょっと悲しく、ね、悲しい顔をする七海だとか、また、外を見てる時にですね、A子と一緒にですね、路上でですね、楽しく歌っていた頃を見てですね、ちょっと眩しかっただけってね、あの時が眩しかった。これは、A子が眩しいのもありますし、あの時の自分が眩しい。つまり、唐沢の言うことを聞いたわけですよ、七海は。もう路上で歌うのはやめろって言われたのを聞いてですね、自分のやるべきことに集中しろって言われて、そこに集中することをちゃんと選んだ七海であって、ね、だから眩しかっただけっていうのはちょっと寂しくもあるんだけど、ね、でも彼女は間違いなく夢追い人なんだなっていうふうに思うと、なんか A 子の歌は七海に届くんじゃないかなと、なんか前回はとにかく言ったら七海の過去が A 子だったので、七海にとってはすごく残酷で戻れない自分が見えてしんどかった部分ありそうだなと思ったんですけど、今の七海を見ていたらそれは七海もまたなんか七海としての夢を追いた、もちろん辛い状況にはあるんですけど、まあそこをどういうふうに持っていくのかっていうところだけクリアすれば、なんか七海の現状もそんなに悪いものじゃないよねと、思いましたね。いや、あの描かれてるものは本当に七海の辛さが描かれてはいるんだけどね、でも唐沢のなんか深掘りとともに描かれていたので、なんかネガティブなだけなものとしては見なくてもいいよねって、世の中ってそんな分かりやすいものじゃないよねと、いうふうに思いました。はい、あとですね、まああんまり僕があの熱を追って言っていないんであれなんですけど、まあ一応ね、あの壁くんの対決というか決着はありました。はい、いやこれ良かったですよ、すごくね。はい、関戸場さんと壁くんとのね、再戦というか決着のつけ方ですね。はい、関戸場さんたっての希望でのね、まあリベンジマッチ的なものをしたという形になります。そして、自分を見つけた壁はですね、どうなったかっていうと、弱い奴らの代表としてね、関戸場さんの前に立つ、そこを選びました。レペゼンするって言ってましたね。これはラップ用語でのその代表するみたいなね、そういうイメージ、あの意味みたいなので、はい、まあ壁くんは本当に腕力は全然なくてね、弱い者たちのね、そういった意味ではそのステージ以外ではね、本当に日常でもね、弱い者たちの代表として出るんだと、言っていました。でだからこそこのステージに立った時にかっこいいんだと、まあ弱い者の希望になるわけですよね。この辺なんかすごくちょっとその A 子にも近いんですよね、やってることが。弱い者たちにエールを送っているというね、形になります。自信がない者たちにエールを送っている、そういう壁くんになりました。で、まあその A 子たちが聞いてるとすごいバイブスが上がってきた、まあテンションとかノリとかね、そういう意味合いみたいですね。バイブスってなんか知らん言葉がいっぱい出てくるんでちょっとびっくりするんですけど、はい。ではまああの壁くんが選んだのはですね、そのお互いをリスペクトする形でのラップであって、そしてそこで覚醒した、タイ人の、この描き方面白かったですね。すなわち何かっていうと、なんかテンポがスローに感じるんですよね。なんかいわゆるゾーンに入ったというか、はい、ラップにおけて世界がスローに感じれるほどに現状に対して集中できて、思考がめちゃくちゃ回転してて言葉が溢れ出てくるっていうね、ことだと思います。はい、結果的にですね、関戸場がね、背中を追ってこいみたいなことを言うのに対して、俺とお前が進む道は違うんだと、いう形でですね、俺は自分の仲間たちと一緒に行くんだっていうことをまあ示したことによって、関戸場さんはなんかそのタイ人のことを、まあ、これはすごい関戸場さんがかっこよかったシーンではあるんだけど、背中を押してくれたようにも見えましたね。
ちゃんとした舞台において壁の復活っていうものをですね示してくれた、その舞台を作ってくれたっていう意味で言うと、やっぱり応援してくれたんじゃないかなと思いますし、それまでなんで応援してくれたのかというと、ちゃんと壁大臣が自分のラップを貫いて、彼にそれを見せつけたからだというふうに思われますので、まあこれはちょっとね演出としてね良かったと思います。だからなんかラップ的にはあっさりなね印象ではあるんですよね。それこそ孔明とのラップ対決はものすごかったですからね。で、それに比べたらちょっと印象が違って、むしろそのスローになっていて、壁にとってその特別なものじゃないというか、集中しすぎたことによってスローに見えるっていう ねそういうインパクトを逆に引き算みたいな感じで演出したのは面白かったなと思いました。ね、ただですね、まあそのラップとしてのバトルの加減も良かったんですけど、別の意味合いもちょっとあるのかなと思いましたね。なんか A 子が画面の向こうで大臣のね戦いを見ていたりだとか、地元の友達もその配信を見ていたりしたわけですね。なんかこの辺の絵作りって実際のラップバトルをリスペクトしてそういう絵作りをしたのかは分からないですけど、ちょっと引いてる状態でラップバトルを描いていて、なんかそのそういえば結局孔明がなんで大臣を引き入れたのかっていうところが、まあラッパーと一緒にやったことによってライブハウスは実際に盛り上がってはいるんだけど、じゃあなんで大臣とかラップが必要とやったのかっていうところが演出としてどう入っていくのかまだちょっと分からないんですね。 X デーに何か多分するんやと思うんですけど、まだそのピースがね埋まっていないので、そこまで取ってるのかなと思ったんですね。まあつまり前振り的な要素としてね、ちょっと見えました。まあこれはもちろんですね、演出的な意味で言うならこの作品って別にラッパーの物語ではないので、はい、まあ大臣、孔明と大臣が戦ったところはあれば孔明の策略計略を見せるシーンでもあったので、まあ大臣にとってのね、まあ関鳥羽さんとの決着のつけ方っていうのは、このね、まあ濃度がねすごくちょうど良かったのかなというふうには思いますが、ただまあちょっと僕は伏線めいた部分をね感じてはいません。どうねちょっと A 子の物語とつながるのかっていうののピースがまだ完全に埋まってない感じがするんですね。はい、でその辺含めてですね、今回はですね結構孔明がまあ三国志とか他のね、まあ、孫子の言葉なんかも使ってですね語ることが多いんですけど、この辺はねなんか今回その計略の説明というよりはなんか生き方というか志みたいなものを語ってるシーンがすごく多かったなと思いました。まあそもそも志っていう意味で言うなら、劉備と出会った孔明ですね、まあ A 子のね、歌によってですねこう時空を貫通してね飛び越えていったわけなんですけど、ともあれですね、まあ孔明にとって自分は大きな志、天下太平を目指してですねずっと生きてきたし、死んでからもね、言ったら転生してそこを目指してる、ずっと夢を追っている孔明の描写にはなってるんですけど、そこを絡めてですね、まあ大臣のね変化だとかね、成長みたいなところ、またですね、若者がですね高みに登っていく様子をね見るのは嬉しいですねみたいなことをオーナーと言ったりもしていますから、はい、この辺含めてね、なんていうか、この作品全体が本当に言ったらしんどい世界というかね、辛い現実というか、その平和な世の中のはずなんだけど、みんな死んでしまうような人もいるような ねところ、必死で生きているところに対して、まあ戦乱の世からやってきた孔明が託す、諭す、そういう計略だから、その孔明がちょっとね今回それこそ志とか生き方みたいな話をしてるんだけど、説教臭さがあんまりないんですよね。彼自身がずっと志を持って天下大宝を願っていたからこそね、まあ出てくる言葉なんだなっていうふうに思うとですね、やっぱりその辺はいいバランスで書かれていてですね、はい、まあ何のために歌うのかっていうのにもねつながってくる部分だと思いました。はい、そんなわけでね、まあちょっと結構いろんな要素がありながらも、多分まあ作品全体としてはための回なんですね、いわゆるね、まあA 子の歌がとうとう完成し、それを支える、そういうメンバーの話にはなっていました。ただための回であってもね、やっぱりその七海の部分と A 子の部分とかが綺麗にねつながって書かれているので、やっぱり歌を歌っていなかったりだとか、それこそ別に夢を追ってるって自覚がない人たちもですね、多分こうありたいとかこうなってほしいとか、そういう思いのためにね、生きてるわけですから、それを応援する意味でのね、ドリーマーが綺麗につながっていたのは良、かったんじゃないかなというふうに思いました。であとですね、この作品に対してね、思うことで言うならですね、まあ本当にまだこれこの作品始まったばっかりですよね。
ちょっと始まったばっかりすぎるんだけど、もうすぐワンクールがね終わってしまうので、これはちょっと2期を意識して作られてるのかなとも思いましたね。なんかそれこそ孔明の計略っていうものがそんなには出ていっぱいはね、プッシュアップしない作品であることは、まあ4話ぐらいからね分かっていた部分ではあったんですけど、ね、ともあれ本当になんか今までは英子が歌手になるための序章というかね、なんかそのそれこそ物語としては助走してる段階というか、本格的に動き出す飛び出すのはもう本当にこれからというか、サマーソニア編が終わってからじゃないかなというぐらいの段階なので、いやこれはちょっと2期を欲しいなという気持ちとともに、これ2期前提で作られてるんじゃないというようなことも思いました。はい、まあ皆さんのね感想なんかも教えていただければ嬉しいです。パリピ孔明。はい、ここからはまずですね、今回出てきた言葉ちょっとだけ自分の軽く調べる範囲でね調べてみましたので、また詳しい方はねより詳しく教えていただければ、嬉しいと思います。こんな要素ありましたよっていうところで見ていこうと思いますが、まずですね、はい、大事をなすには人をもって大元とすべしっていうね言葉がありました。これは冒頭にあったですね、劉備が民をね見捨てなかったというエピソードに、ね、重なってくるんですけど、こちらね、劉備の言葉、まあ彼が人を大切にする人物であったこと、劉備の人格みたいなものがですね、伝わってくる話でした。はい、自分のことを慕ってくれてる人たちを見捨てていくことなどできないというね、そういう意味合いだそうです。で、これがまあ言ったら民草のための天下大変につながっていたんだなっていうふうに思うと、今回のまあ冒頭の描写っていうのは綺麗にね、最後の劉備の描写につながっていたんだなというふうに思われます。次ですね、100人分の働きを私がしますからって言って、まあオーナーがですね、あ、それは長領だなみたいな話をしていました。これ僕ちょっとよくわからないんですが、長領っていうのは五冠末のですね曹操の元についた指揮官のことのようです。はい、でオーナーが言ったのはね、なんかギャッピを長領が守った時だろみたいな、そんな言い回しをして、でなんか長領が何をしたのかがちょっとよくわかんなくて、ただ長領がめちゃくちゃ強いね軍師だったということね、書かれていますので、はい、そういったエピソードがあったのでしょう。この辺すいません、詳しい方はまたね教えていただければと思います。はい、次ですね、はい、五家の阿毛にあらずも、これはね本当になんか勇気をもらえるセリフというかね、まあその送りたいセリフにも、太一に送りたいセリフにもなってくるんですけど、こちらはですね、まあオーナーが多少説明はしていました。まあ太一が成長したね、変わったねっていうね、そういう話の中の文脈で出てきた言葉ではあるんですけど、これは呉の武将に呂蒙というのがいて、で、まあ少年時代がすごく貧しくて勉強ができなかったみたいなんですね。ただまあ一兵卒として戦ってるうちはそれでもいいんだけど、本当に将軍まで上り詰めてしまって、で将軍にまでなったらちゃんと指揮をね出したりやとか戦術を立てたりできなきゃいけないからっていうことで、将軍になってから勉強を始めたらめちゃくちゃ勉強ができてですね、で、戦略とか戦術とかをね、すごく収めれるようになったっていうことで、本当にその大人になってからですね、勉強して伸び出したというところで、まあ言ったらこうものすごい進歩をですね、簡単な気持ちで言う言葉になってるみたいです。はい、でここに関係する言葉として今回ちょっとあったのがですね、死3日あわざれば刮目してみよっていうのがありました。これもね、あの呂蒙のことから来てるみたいです、言葉としては。まあいわゆるその男子3日あわざれば刮目してみよみたいな言葉がね、あったりしますし、元のね、あの言葉としては死別れて3日なれば、すなわちさらに刮目して相対すべしっていうね、そういう言葉があるそうです。まあ努力をねいつもしてるものは3日もすればものすごく大きく成長しているので、次会う時にはね注意して見ていかなきゃいけないよという、そういうことであります。まあ今回はまあ間違いなくですね、急性成長を、遂げた壁大臣に向けてね、まあ送る言葉になっていたと思います。はい、でもこれはまあある意味その英子とかもね、その通りだと思いますし、また、逆に言うとですね、七海もですね、ね残りまだ3日の時点でね化ける可能性なんかもあるわけです。はい、そういう意味でですね、なかなか重い言葉やし、なんかちょっと刻んでおきたい言葉でもありましたね。やっぱりね、大人になってくるとね、人間がすぐに変わってしまうと思えないんですよ ね。この辺にいろいろ騙されることがあります。はい、次ですね、最後に言っていた言葉ですね、人をいたして人にいたされず、これはですね、キッドさんに対して、まあ、孔明が言っていたことです。まあ人をうまく操るにはね、
戦術的な言葉として孫子の名言みたいですね。もともとはよく戦う者は人をいたして人にいたされずというね、そういう意味合いの言葉だったそうです。はい、いたすっていうのは、自分の思うように動かすというそういう意味だそうなので、はい、他人を自分の思うように動かす、誘導するということが大事なんだよと、人に動かされる、誘導されてはいけないよというね、言葉のようです。今回は孔明とキッドさんがですね、まあ言ったら A 子をね、A 子を介して賭けをしてですね、でもその中で A 子に期待してしまったので、はい、戦う前から A 子の成功を望んでしまっていたキッドさんに勝ち目はなかったんじゃないですかというね、孔明の言いがかりになります。はい、この辺はねやっぱりね、その後から何とでも言えるってねキッドさんが言ったようにですね、ある意味それはですね言葉遊び的ではあるんですよね。うん、でも、今回のですね物語としてはかなり効いてくる部分でしょう。やっぱりキッドさんも敵ではなく A 子を応援する側に回ってしまっていたという形にはなっています、この辺もね関戸馬場さんも自分はそうだったんじゃないかなというふうに思いますね。はい、そんなわけで、まあ、軽く、まあ、用語をちょっと見てみたんですけど、まあ、軽くではあるので、まあ、より深くこの作品にね、関わってきてそうなね要素だとかいうふうにね思ったらですね教えていただければ嬉しいです。特になんか孔明が劉備がね来て会いに行くシーンとかも何かちょっと監視的なことを言っていたりだとか、 A 子の勝負服を渡すシーンなんかも多分歴史的に何かのねつながりが感じれそうなことがありますので、この辺ちょっとね詳しい方教えていただけると、嬉しいです。はい、あとですね、まあ、いつも皆さんにねコメントいただくことによってですね、まあ、この動画はある意味完成している部分があるなと、いつも思ってるんですけど、はい、前回に関しては本当に七海と A 子の関係に関してすんごいいろんなねご意見コメントいただき、ありがとうございました。やはり七海の事情とかもね含めて、まあ、僕がねいや結構残酷なシーンですねってね言ってしまったんで、同じようにね感じさせてしまってね、なんか変な誘導になったら申し訳ないなというふうには思うんですけど、でも七海さんの、まあ、辛い気持ちというかしんどさや葛藤って痛いほどわかるっていう声がね、めちゃくちゃありました。あと何のために歌ってるかっていうね、路線でですね A 子と七海さんを比較するみたいなですね、結構いろんな見方で A 子と七海の関係を見ていた方がね、多くてねすごく見ていて面白かったですね。あとまあ A 子が言っていて孔明が言っていた民草っていうもののねニュアンスに関してもですね、いろいろとねご意見ありがとうございました。まあ、同じようにですね、まあ、唐沢と孔明に関してもですね、まあ、いろいろとね考察がね、ありましてですね、今回まあより唐沢に対する理解が深まった部分なのかなというふうには思いました。はい、まあ、思った以上に唐沢は七海のことをその買ってくれてるし、ある程度その労力を砕くというか、あの当たり自体にもちゃんと肩入れしてくれてるんだなっていうのがちょっとね、今回の回で分かりましたが、でもこの二人の決着はもうね、つきますので、どうなっていくんだろうというところにはなります。あと印象的にはですね、その仮面をつけさせたのはもしかしたら七海たちをね守るためみたいなね、そういう仮説もありましたし、また、逆にでも弾を磨くって言ってるんだけど、むしろその磨くというよりは着飾らせてしまってるようなね、印象があるねっていうような指摘なんかもあってですね、この辺は見ていてですね、やっぱ人によって印象が違って面白いですね。あと唐沢っていうその名字をですね、読み方を変えると東卓っていうね、いう読み方になるみたいで、これはあの言ったらこう三国志でもね東卓というある意味中ボス的なね、キャラクターがいたよみたいなことを、聞いてですね、まあ、この辺ちょっとのあの歴史知ってる人の考察はより深みがね増して面白いなというふうに思いました。で、そこを含めたらこう展望台の描写に関してもですね、歴史的な、部分含めたらどういう風にね、撮ったらいいのかという仮説に、まあ、加えてですね、なんていうかその演出的な表現を自分が言っていましたので、それこそ A 子のねその星空のスター性だとかね、高い場所っていうところの高低差の演出だとか、またですね、いや東京の星空はこんなにね綺麗じゃないよというね指摘だとかね、ありがとうございます、でもね、今回の回で孔明言ったじゃないですか、次元をね超えるというか意識がねその異次元に飛んでしまうぐらいの A 子の歌なんだからね、時間とか空間とか超越して星が見えてしまうぐらいにはなるんじゃないってね、思えなくはないかなというふうに思ったりしますね。まあご意見、ありましたらと思います。あとまあちょっと芸能界に関しては僕ちょっと詳しくないですし、そんなに興味もないというかね、ありますので、パロディとかオマージュとかに気づけないんですよ。うん、
ですので、この辺また皆さんねコメントいただけてることによってですね、あこれってこういうのをね、昔のアイドルでこういうところと重ねてるよねとか、こういうプロデューサーの考え方とか事件とかあったよねっていうところが、つながってきますし、また現在のタイムリーなね、話題としてもですねつなげて考えていけそうですね、この辺またご意見をお聞かせいただけると嬉しいと思います。はい、またですねやっぱりね多かったのはその仕事になった時の社会人としての葛藤みたいなのを語ってくださってる方もいて、ここはね本当にねもう僕でもめっちゃ入ってくる部分ですよね。夢を追っていただけの時ではなかったものがいっぱいね背負わせされてくるわけですから、はい、じゃあその中でもね突っ走っていく、そういうナナミたちの様子をですねやっぱ僕はそれはなんかこうかわいそうとだけ見るのはちょっともったいないよねと、思いますね。そういう意味では英子の歌は間違いなく今その苦悩もあるけど夢を追ってるナナミたちに届くんじゃないかなと、期待してはいますが、この辺のねその作品感っていうのを皆さんね教えていただけると嬉しいと思います。はい、そんなわけでですね、まあ英子の歌とうとう完成っていうところとね、ドリーマーというメッセージは多分ですねナナミたちにも届くんじゃないかなというところでですね、とうとうまあ次回か次回に完全に決着するという形でしょう。はい、パリピ孔明のまあ少なくとも一気のね落としどころも見えたところでですね、非常にやっぱりこの作品らしいね構成がされていたなというふうに思いました。なんかそれこそ本当にそれのノリのいい気楽なポップなね、作品を計略を絡めて見せてくる系のね、作品なのかなと思って見出したんですけど、いや思った以上にですねその社会の厳しさとかですね、でも必死に生きてる人たちっていうのを書きまくってきたところがまあここ数話ですごく綺麗に繋がってきた感じには、ね、なっています。皆さんのねご意見も教えていただければと思いますが、最後までね楽しんでいきたいと思います。では今回はこれぐらいにしておこうと思います。ご視聴ありがとうございました。遠山徹でした。